しく遊ぼう。どこに行こうか迷ったけれど、君と一緒なら最高さ。かけっこ自転車ワクワクするけど、転んだり滑ったりピンチの時を助けの日に注意すること。えい、えい、えい、痛っ。うわ、ジェニー痛いじゃない。あ、ごめんよ。えい、痛っ。おい、ずるじゃないか。ガードを緩めるからさ。う、男の子って変なの。あ、あ、あ、どうしよう、傘忘れちゃった。よし、ジェニー、心配しないで、僕が入れてあげる。残念だったね。別に君を入れてあげたいってわけじゃないけど、僕の傘に入れてあげてもいいよ。ジェニー、ママ、二人ともありがとう。また明日ね。じゃあね、ジェニー。なんで僕は理由もないのに言いやつぶっちゃうんだ。あ、じゃあ君の傘を僕にくれや。なんで僕の傘壊しただろ。壊してない。壊したよ。ポスティ大丈夫かい。ありがとう、ポリ。いや、ポリ、ロイ。いや、スーキー。ポスティ大丈夫？今日は大変だったんでしょ。そうなんだ、滑っちゃって。今日みたいな雨の日は特に道路が滑りやすいんだ。だから気をつけて走ってね。大丈夫、僕がちゃんとポスティを連れていくよ。ありがとう、じゃあね。気をつけて、スプーキー。ロイ、僕はこれから学校に向かうよ。そうだね、そろそろ授業も終わる頃だ。うん、みんなが安全に家まで帰れるように見てくるよ。君も気をつけて、ポリー。うん。独り占めするなよ、濡れちゃう。僕の方が濡れてるよ。嘘つけ。うわー、ケビン、どうしたらいいんだ。わかんないよ。うわー、こりゃやみそうにないな。びしょびしょだ。僕もさ。急いで帰ろう。あ、これじゃ見えない。あ、危ない。あ、早すぎて止まれない。あ、危ない、止まれ。まずい。ごめんよ、ポリー。道路が濡れてるって言ったじゃないか。危ないよ。そうだね、今度から気をつけるよ。君たちもだ、気をつけないと危ないよ、特に雨が降っている時はね。僕たちも？雨が降ると道路がいつもより滑るから、車が止まるのにもっと時間と距離が必要になるんだ。雨が降っている時は車道側を歩くんじゃなくて、車から離れて歩いた方がいい。それに横断歩道でも少し下がっていた方がいいね。あまり近いと傘が車に当たってしまうかもしれない。目の前がしっかり見えるように、傘は目の高さよりも高く持とう。傘が透明だともっといいね。雨の日には
紙や本をショルダーバッグに入れて歩こうとすれば濡れないよ。雨が降っていて暗い時は明るい色の服を着て明るい色の傘を持とう。暗い服や暗い傘だと周りから見えづらくて事故が起きやすくなるんだ。雪の日も同じだよ。でも雪の日は白い服を着ちゃダメだ。雪に紛れてしまうからね。うわ、僕たち傘で前を塞いでたし、渡る時も道路をちゃんと見てなかった。それに暗い色の傘だ。わあ、僕たち全部間違ってた。そうだよ。でももう雨の日にどうしたらいいかわかるよね。うん。ジェニー、今日は心配しなくていいからね。そんな小さい傘じゃきっと濡れちゃうよね。僕の傘に入れてあげる。ありがとう。でも今日は大丈夫。なんだ。じゃあまた明日ね。あ、ジェニー待ってよ。ほら早く。ルールを守ろう。パパ早く行こう。早く。あ、いい天気ね。そうだね。こういう日は遊園地が混むんじゃないかい。パパママ早く。そうだね。どうせ行くならすぐに出発だ。イエーイ。スージー、シートベルトを締めなさい。いや、締めたくない。スージー、締めないならどこにも行かないわよ。いやいや、だって苦しいんだもん。早く。動けないよ。さあ、楽しい一日の始まりだ。やったー。出発。行き先がみんな違うといいんだけど。パパ、あとどれくらいで着く？外して、これ外したい。何かあったのかしら。うん、事故かもしれないね。ヘリー、状況はどうだい？ボーリー、渋滞が続いちゃってるよ。わかった、君は交通整理を頼む。すぐに向かうよ。任せて、ポリー。何か見える？大きな事故があったみたいだ。しばらく動けないぞ。ちょっと待ってね。オッケー、先にどうぞ。ねえ、私も飲みたい。いいよ。届かないよ。頑張ってスージー、あともうちょっと。ちょうだい、飲みたい。ちょっと待って。スージー、いい加減にして、ちゃんと座って。ちょうだいよ。どいてたら。スージ、大変、大丈夫？お兄ちゃんが。ケビン、なんで？僕じゃない、自分で。スージ、ほら泣きやんで。こっちは終わったよ。渋滞はどうだい、ヘリー？もう順調だよ、パリー。ああ、それじゃあ、帰ろうか。わかった、みんなお疲れ様。よし、渋滞もなくなったし、すぐに着くぞ。パパ、お願い、車止めて。え？ケビン、もう少し待てる？トイレがないのよ。無理だよ、漏れちゃう。もう我慢できない。ああ、わかった。じゃあここに止めよう。どうしたんだろう。ケビン、そっちはダメだ。うわ、大変だ。ロイ、テリーが危ない。危ないところだったね、ケビン。大丈夫か、ケビン。うん。
ロイと僕が緊急事態に慣れててよかったです。レスキューチームですからね。うん、私のせいだ。あんなところに止めてはいけなかった。大切な安全のルールを確認しておきましょうか。うん、それがいいね。まず車の乗り降りは歩道側からするようにしよう。車道側は危険だよ。車が来て事故を起こしてしまうかもしれないからね。次に車の中にいるときはいつでもシートベルトをするのがルールなんだ。チャイルドシートでも普通の席でも必ずベルトを締めよう。もちろん大人も忘れずにね。それから子供は必ず後ろの席に座ろう。前の席は事故が起きたときに一番危険なんだ。もっと危ないのは前の席の膝に子供を乗せること。シートベルトで守られてないとひどい事故になる可能性があるよ。二人とも動いてる車の中で暴れたらいけないよ。いいね。わかった。ありがとうポリー。覚えておくね。さあ着いたよ。やったケビン大丈夫？どうしたの？車から出ても大丈夫？大丈夫だよ。行ってらっしゃい。あ？ボール遊びのルール。じゃじゃーん。うわ、かっこいいボール。どうしたんだ？パパとママに頼んだんだ。やっと買ってもらえたよ。へえ、ちょっと見せて。よく弾むし蹴り具合もいいよ。あ、何するんだよ。もう汚れちゃうじゃないか。あ、なんだよ、眺めてるだけか。遊ぶのか。そりゃ遊ぶけど。追いつけるか。おい、僕の方が早いんだぞ。ねえダグ、公園に行こうよ。いいよ。行くぞ。よし。ねえ、ボールはどこ？ケビン、あそこだ。ごめん、二人とも。僕のボールが。そんな。止まろうとしたんだ。でも君たちもここで遊んじゃダメだ。ケビン。かわいそうに。ケビンは悲しんでた？うん。ボールのことは残念だけど、事故にならなくてよかった。そうだね。でもすごくがっかりしてたから何かしてあげないと。そうだ、いい考えがある。本当？なんだい？はい、これでよしっと。かっこ悪いよ。仕方ないでしょ、次からは気をつけなさい。失敗から学ぶの。道路の近くで遊ばないで。わかった、心配しないで。ねえ貸してよ。ダメだよ。ママが言ってたこと忘れたの？そうだね、ごめん。ボールを持ってるだけなんてつまらないよ。貸して、僕が持つ。ダメだ、僕が持つ。僕だ。僕が。追いかけろ。大変だ。ケビンとダグはもう帰ったかな。ケビン止まるんだ。ケビン大丈夫かい？
がとうポリー。ケビン、ダグ、今日はもう2回も事故になるところだったよ。そうだね。でも今のはボールを取ろうとしただけなんだポリー。ケビン、新しいボールは手に入るけど命は一つしかないんだよ。そうだね。ボールで遊ぶ時のルールを覚えてるかい？うん。車が近くにいる時はボールで遊んじゃダメだ、ね、公園なら安心だね。ボールに集中してると車が来ても気がつかないかもしれない。とても危ないよね。もしボールが道路に出てしまっても追いかけてはいけないよ。ボールが止まるのを待って安全を確認してからボールを取るんだ。それか大人に頼んで取ってもらおう。わかったよポリー。それからじゃじゃーん。これ何ポリー？ボールバッグだよ。これに入れてボールを運べば転がる心配をしなくていいんだ。手に持ってボールを運んでいると事故を起こしやすくなるからね。もしボールバッグを持っていなかったら袋を使ってもいいよ。はいケビン、これは君に。ありがとう。ねえダグ、見て、新しいボールだ。わあ、ありがとうポリー。実はそのボールはダンプからだ。トラックの？ボールを引いちゃってごめんねって言ってたよ。優しいね。そうだね。行くぞ、取れるか。ダグ早く蹴って。よし行くぞ。自転車の安全ルール。すごい。じゃじゃん、ついに自転車を買ったわよ。ママ、これ女の子用でしょ。男の子のじゃない。何言ってるの。これが今流行ってる自転車なんだから。この可愛いカゴを見て、ショッピングにぴったりだわ。嫌だよ、僕こんなの乗りたくない。どうして？椅子の高さを合わせて乗ればいいだけよ。いい？嫌だ、嫌だよ。あら、電話だわ。もう、なんでこんなことになるんだよ。ケビン、ダグ。やあ、スージー。こんにちは。それで、これが新しい自転車かい？その…その自転車、女の子用じゃん。なんだと？これが今流行りの自転車なんだ。そうなの？ママが言ってた。そうだぞ。見てよこのカゴ。今までの自転車で一番いいカゴなんだぞ。本当？スージ、ママに自転車で公園に行ってくるって言っといて。お兄ちゃん。行こうダグ。うん。じゃあねスージ。待ってよ。レスキューチームのジンです。本当？信号が壊れたですって。分かった、すぐに確認するわ。公園の近くの信号が壊れたんですって。あの辺りじゃ子供たちが遊んでるよ。そのままだと危ないね。うん、僕らで見てこよう。行こうヘリー。うん、ポリー。ケビン、多分自転車が大きすぎるよ。そんなことない、この自転車は僕にぴったりだよ。そう？僕には大きく見えるけど。ダグ、公園まで競争しない？いいよ。スタート。僕はわざと遅くしてるんだからね。初めから飛ばしちゃうとすぐに着いちゃうから。わかった、じゃあ公園でね。よしいいぞ、これなら歩道よりずっとスムーズに進める。あれ、ケビンはどこだ？追い越されてないよね。急ごう。もう疲れた。ポリー、壊れた信号についたよ。どこが悪いのか調べるね。了解だヘリー、もうすぐ着くよ。あ、どうしたんだ？危ない。
ケビン、ちゃんと気をつけなくちゃ。怪我をするところだったんだよ、うん、危ないことをしてるなんて思わなかったんだ。そう、だからこそ自転車の安全な乗り方をしっかり学ぶのが大切なんだよ。わかった。自転車では決められた場所を走ろう。自転車レーンや公園だったら車がいないからね。道路にはたくさん車が走ってる。事故を起こすと大変なことになってしまうよ。だから自転車に乗るときはいつも身を守るものを身につけよう。ヘルメットや肘当て、膝当てをつけていれば自転車から落ちたり事故にあっても守ってくれるよ。それから椅子の高さは必ず合わせよう。そうすればバランスも取れる。漕ぎやすいよ。大きすぎたり小さすぎたり、体に合ってない自転車に乗ると安全ではなくなってしまうんだ。うん、わかったよポリー。自転車に乗る前に簡単なチェックをするのも忘れないでね。パンクをしないように空気の量を確かめるんだ。ブレーキやチェーンの状態もちゃんと見てね。安全に乗れば自転車は楽しいよ。きちんと手入れをして楽しく自転車に乗ってね。よしと。ケビン、これがちょうどいい高さだよ。ヘルメットをしっかりかぶってね。ありがとうポリそれ本当に君の自転車？うん、もちろん。それ君のママのじゃないの？ママのじゃない、僕のだ。それかスージーの自転車とか。全然面白くないぞ違うって言ってるのに。ねえ聞いてるの？夜道は危険がたくさん。懐中電灯、たくさんのジュース、地図、あとチョコレート。食べ物より大事なものがあるだろ。急に食べたくなるかもしれないだろ。はあ、分かったよ帰らないの？ん？何これ？君には関係ないだろ。あっそう、先生はそう思わないかもね。ジェニー待って。何よ。僕たち今日の夜ホタルを探しに行くだけなんだ。あ、ホタルがいる場所知ってるの？うん、フクロウの森にたくさんいるらしいんだ。だからホタル探しの冒険を計画してたんだよ。すごい、私も一緒に行くわ。でも危ないんだよ。わかってる、だから一緒に行くのよ。勇気のある人がいた方がいいでしょ。よし、じゃあもっと食べ物持って行こう。あーもうごめん。じゃあ地図を見ましょう。うん、ダグ、懐中電灯出して。わかった。じゃじゃーん。あれ、ダグ、それはソーセージだろ。おかしいな、持ってくるの忘れたみたい。なんで確かめなかったの？ケビン、地図は？あれ、ないみたい。どうして地図を忘れるの？絶対リュックに入れたはずなんだ。これじゃダメね、私帰る。ねえジェニー待って、道は覚えてるから。本当？本当さ、ついてきて。よし、冒険の始まりだケビンがいなくなった？出ていく音をスージーが聞いたらしいんだけど。うん、それで床にこれが落ちてたの。ん？これ何の絵だろう？地図みたいね。あ、ホタルだ。どうしてフクロウの森ってこんなに怖いんだろう。ああ、どうしよう、ヘッドライトが。もう一つのライトが外れる前に急いで森を出なくちゃケビン、この道で合ってる？遠すぎるんじゃない？そんなことない、この辺りのはずだよ。このままだと森のお化けに会っちゃうかもね。お化けなんて嫌だよ。ねえ見て、あれってホタルだわ。
ねえ待って、あれライトみたいに見えない？うん、そうだね。お化けだ。あ、見つけたぞ。あ、大変。スプーキーだ、スプーキースプーキー、君だなんて驚いたよ。暗い時はゆっくり走らないと。あ、そうだね、ポリー。でも怖かったんだ、ごめんよ。大丈夫だよ、スプーキー。暗い時はいつも以上に気をつけるのが大切なんだ。暗いと人も運転手もお互いのことがよく見えなくなるんだ。暗いところを歩くなら明るい色の服か反射するものを着よう。そうすると運転手からも見えやすいよ。車が来たらまず落ち着いて止まって端に寄って車が通り過ぎるのを待ってから歩き始めよう。こうすれば運転手も君も安心だ。それからもう一つ、夜外に出るときはお家の人に聞いてからにしましょうね。よく知っている道でも夜になると違って見えるの。あれ？だから怖くなったり迷子になったりするわ。さあそろそろ帰ろう、お家の人が心配してるよ。うん、そうだね。あ、うわあ、うん、見てすごいよ。やった、やったぞ。天気